帰り。ご飯食べてます。お帰り。ご飯食べてます今。お邪魔しました。なんでよ。ちゃんと食べていいか。見られちゃダメ。いや全然全然いいよ。一人で楽しんでた。一人で楽しんでた。サーモン食べたけどちょっと残してある。食べていいよ。これすごい美味しくできたんやけど。嘘。うん。パンなの。パン食べてるの。うん。すっごいパン食べたくて。ちょっとご飯食べるわ。あんまちょっと靴下汚れてるから。見とくわ。それはそれで食べにくいな。美味しい。まあまあ、何食べてきたん？中華。中華。あ、いいな。ちょっと飲んでほしいわ。嘘。うん、おいで。うわ、すごい。何これ。結構かぼちゃ。うん。あ、美味しい。めっちゃ美味しい。思ってたより早く帰ってきた。
あんま盛り上がらなかったそんなことある？いや、うるさいけど家が遠い人もいるから。あー、そうやんな、うん、横まで行っちゃうここぞと寂しかった。キモすぎる。結構いつだってパン食べれる派やもんね。好きに過ごしてて。西助とぎ。あ、そうやな。なんかあったら言ってないけどな。困ったことあったら言ってないのよ、困ること。疲れてる？うん、お腹いっぱい。クリームチーズ欲張りすぎた。今日の一日は楽しかった。最近は天気もいいので気持ちがいい。日記つけてる？日誌じゃなくてさ。いや、農業の日誌やで。スコップが重かった。それ書かんでいいよ、そんなやったら。土が茶色くて触ったら手が少し汚れた。よし、今日も書いた。終わり。歌目出てるやん。なんかカメラ意識しちゃうな。あんまりないからこのパターン。じゃあちょっとさ、うん、どこにいるか当てて。ここのどこかにいるから。足音聞こえるけどな。5秒後にね。5秒後。1、2、3、4、5。足音。もう一回やらして、もう一回、うん、真ん中からやるわ、じゃあ、うん、1、2、3、4、5。あ、ちょっと難しいな、うん、そこ。よくわかったね。うん、カサカサ言ってるもん。じゃあ何持ってるか。いいよ。豚。いや、豚しかないもん。ちょうど食べ終わった。うん、ごちそうさまするわ。ごちそうさまでした。